うも山村です、今日はですね、たまたまですが外で撮影しております。今日はこれゼンハイザーのねワイヤレスマイクを試してるんですよ。あのね、ND フィルターをね持ってなかったんで、あのめちゃくちゃこう光量が多すぎて、あの外ってすごいっすね、明るいっすね外って。なのであのめちゃくちゃシャッタースピードを短くしてどうにかこうにかあの撮影をしておりますけども、あの出来が悪かったらサブちゃんに回します。というわけで今日の話題なんですけれどもですね、8月の5日日本時間の午後11時ぐらいからですね、ギャラクシーアンパックドっていうサムスンのイベントがあってですね、僕ちょこっとあの YouTube ライブもしたんですけれども、そこで新しいサムスンギャラクシーシリーズの、ノート20とかね、あとはまあイヤホンとかスマートウォッチとかまあ発表されたんで、それの話をちょっとしていこうと思うんですけども、現在あの気温が、手元のアップルウォッチで33度らしいのでですね、早くしないと僕熱中症で倒れるんで、まあ、サクサク行こうと思います。発表された製品は主に5つで、ギャラクシーノート2020ウルトラ、ギャラクシータブ7、ギャラクシーウォッチ3、ギャラクシーバッズライブ、そしてギャラクシー Z フォールド2の5つなんですよね。で順番に上から見ていこうと思うんですけども、まずギャラクシーノート2020ウルトラなんですけども、まああのいわゆるノートシリーズですね、 S ペンが付いているやつですけれども、まあ、今回特徴として一つあるなと思ったのが、空張りがねあのちょっと綺麗なんですよ。あのミスティックなんちゃらっていう名前になってて、マットな感じの、まあ、女性受けしそうなおしゃれな感じ の、 あの空張りになっていて、ブロンズですね、ミスティックブロンズっていうのがですね多分一番まあフィーチャーされてる色なんですけども、それとかあと黒とか白とかがあるみたいな感じのカラバーになってます。これポイントとしてアピールされたのは、まず S ペンのレイテンシーがですね短くなったと。 S ペンをこうやって画面に発射するときにですね、まあ遅延が少ないというところはですね言われてたんですよね。9ミリセカンド、9ミリセックのレイテンシーだと。ただこれ今回話すこと大体そうなんですけども、大体こうウルトラの仕様なんで、その辺ちょっとね気をつけて見ていかないとねまずいなっていうところはあるんですけれども、まあそんな感じ。あとはまあバッテリー増えましたとか、あとはですね、小さい方ですね、ノート20の方は結構大きくなりましたよと。前のノート10に比べて結構大きくなったとか。あとはまあ DEX って言って、あの Android、ギャラクシーをですねデスクトップ、PC みたいに使えますよみたいな機能が無線で使えるとかですね、これ対応テレビだけらしいですけどもできるようになったよとか、あとは XBOX パスって言って XBOX のクラウドゲーミングに結構ネイティブ対応していて、その辺のアピールとかも結構ありました。あと Windows 10でですねギャラクシーを仮想環境的に使えるこうなんかリンクトゥ Windows みたいな機能があってですね、ギャラクシー上の、まあ、Android アプリっていうものがそこで、まあ、使えるみたいな話もありました。これ結構面白かったですね。でスペック的な話をしていくと、Note 20と Note 20 Ultra のですね違いみたいなところをねあのベースにちょっと話していきたいと思うんですけども、あのなんか見た目上というかディスプレイサイズ上はあんまり差がないんですよ。小さい方が 6.7 インチで大きい方が 6.9 インチなんですけども、リフレッシュレートがまず違います。あのノート20の方が 60Hz 固定で、20ウルトラの方が 120Hz 出るみたいな感じになってます。で同じようにカメラ構成、レンズ構成なんですけども、ノート20の方は、ウルトラワイド超広角が12メガ、ワイドが12メガ、テレフォト望遠が64メガみたいな感じになってて、で一方でウルトラの方は、ウルトラワイドが12メガで、真ん中のワイドが108メガでテレフォトが12メガみたいな感じになって、これ S20 ウルトラに近いですね。あの100倍ズームって言ってたあの S20 ウルトラの、レンズ構成とほぼ一緒かな、まあ、近い気がするんですけども、あとあのウルトラの方にはですねあのレーザー AF センサーっていうのが、まあ、載ってるらしいんですけども、イベントを見ててもねあのこの辺がどう効いてくるかっていうのがいまいちよく分からなかった。あのギャラクシーのスマホってなんかいろんなセンサーとかなんかレンズっぽいものがレンズのこうカメラコンフィグの中に入ってるんだけど、いまいちそれがどう効いてくるかちょっとよく分からないっていうことはなんかついてて、まあこれ何なんだろうっていうのはちょっとまあ正直なところではありますね。でズーム倍率が、ノート20の方が広角3倍、デジタル30倍で、ウルトラの方が広角5倍、デジタル50倍みたいな感じで、一応カメラコンフィグの仕様としてはノート20ウルトラは S20 ウルトラと近い感じなんですけども、100倍ズームっていうのはやめましたね。あの100倍さすがにちょっともう誰も使ってくれないだろうみたいなことなのかもしれませんけども、あの今回は、デジタル50倍で一応とどめてます。あとラムですね、これノート20の方が8ギガで、ノート20ウルトラの方が、5G モデルは 12GB で、 LTE モデルが 8GB みたいな感じになってます。そしてですねエクスパンダブルストレージとか言ってるんですけども、SD カードですね、マイクロ SD カードがですねあのノート20の方には入りません。ウルトラの方には入るんだけど、ノート
20には入らないみたいな、なんかこう仕様になってます。いろいろこうノート20の方が使えないというかできないことがなんか多いみたいな感じになってて、かつあの外側のケースもですね、ガラスじゃなくてプラスチックみたいな、ウルトラの方はガラスなんだけどノート20の方はなんかプラスチックみたいな話もあってですね、なんかいろいろノート20のこうなんか扱いが今回悪いというか、多分なんだけどハイプな機能を全部ウルトラの方に持っていってそっちに需要を固めていくみたいなラインになってるのかなっていう感じはしますね。この日本ではどういう発売の仕方するか分かんないですけども、まあ発売されるとしたらウルトラの方を僕は望むかなっていう感じというか、まあ明らかに面白いところを全部ウルトラの方に詰めちゃってるんで、まあ、ウルトラ出ないとちょっとなんかこうね残念だなっていう感じになっちゃいますよね。値段はですねノート20の方が$999でウルトラの方が$1,299みたいな感じになってるんですけども、あの MKBHD はこの値段を見てですねノート20高いなっていう風に言ってましたね。今言ったみたいにいろいろついてないものがあるんだけど依然として$999かかるっていうのは、まあ、ちょっと高いんじゃないみたいなことを、まあ、言ってたりしました。僕もそう思います。ウルトラの方の$1,299もさらに高いので、まあ、この辺はねやっぱりまああの好きな人がこう高い感出して買うみたいなところはあるのかなという風に思います。そして製品の2つ目 Galaxy Tab 7ですけども、これはまあ iPadプロ的な、まあ、ギャラクシーのタブレットシリーズ、日本では、まあ、このギャラクシータブシリーズは、まあ、あんまりこうリリースされないんですけれども、まあ、一応アップデートがあったということはお知らせしておこうと思ってて、あのサーフェスっぽいキックスタンドカバーとサーフェスっぽい外付け、キーボードがあの一応あのアクセサリーとしては出ました。 あのタイプはねちょっと僕はあんまりこうなんかあのポジティブじゃないんですが、まあ、まあまあ出ましたというのと、あのギャラクシータブの方の S ペンはこのキックスタンドになっているカバーというかフォリオの方のですねこう裏にこうやって収納スペースがあるみたいな感じになってるそうです。次ギャラクシーウォッチ3なんですけども、ハードウェア的には結構薄くて軽くてあと値段が高くなったっていうところが、まあ、ポイントとしてあって、あとはヘルスケア系のセンサーがかなり充実してるっていうのがまず1個あのアピールポイントとしてありました。血圧 と、心電図系 ECG とあと血中酸素濃度を、測定できるっていうふうに言ってるんですけども、結構これには米印がいっぱいつく感じで、血圧はあのキャリブレーションを1ヶ月に1回してくださいとか言ってましたし、心電図系ECG に関してはちょっとまあ認可が取れている国が多分少ないっていうのと、血中酸素濃度については結構言ってたんだけどなんかこうすごいさらっとこうなんか触ってて本当になんかこう精度が出るのかってところは意外とこうなんかハテナマークが残るのかなといった、まあ、発表会になってました。あとはまあベゼルの部分ですね、丸型の本体のベゼルの部分がですねホイールになっててこうくる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 回ってそれでこうねあの操作ができるっていう話もありましたね。そしてギャラクシーバッズプラス、これはあのワイヤレスイヤホンのシリーズですけども、多分ギャラクシーバッズ1、2と出てて、今回はライブっていう名前になりました。あの空豆みたいな形のですねあのなんかちょっとこう可愛い感じのワイヤレスイヤホンでですね、ケースには地位充電ついてます。まあ、バッテリー周りのですねスペックはまあ割りかしまあ普通というかかなりまあスタンダードのところまああのクリアしてるっていう感じなんですけども、あのアクティブノイズキャンセルがついてるという話はありました。ただこれもねあのローバンド あのノイズを 94% 削減しますよみたいな話ではあったんですけども、じゃあローバンドだけなのかとかね、あの実際どれぐらいこのノイキャンっていうのがですねあの効いてくるかっていうのは、まあ、実際試してみないと分かんない部分であるんですけども、まあ、日本でですね発売されたらこれは僕はちょっと買ってみたいなというふうに思いました。あとあのイヤーピースがないんですよね。イヤーピースはそもそもついてない形状になってて、すごくなんかこうフラットっていうかこうね耳にこうやってはめるというか押し込むんじゃなくてはめる感じ、ここの穴のところにこうキュッとはまるような感じの形状になってて、まあ、その辺のフィット感とか耳との相性みたいなものもですね、まあ、触ってみてちょっとこう確認したいなっていうように思うような製品でした。結構これは面白いと思います。そして、ギャラクシー Z フォード2ですね、僕的にはこれが一番激アツ。もともとあったギャラクシーフォールドっていうあの折りたたみスマホですね、あの開くとでっかいタブレット的な画面が出てくるっていうあれですけれども、それの後継機種でこの折りたたみシリーズはですね Z っていう、まあ、名前で、まあ、統一されるようです。 Z フリップと同じですね。というわけで折りたたみスマホ兼タブレットみたいなギャラクシー Z フォールド2ですね、ギャラクシーフォールドの第2世代に当たる、まあ、製品なんですけれども、これかなり面白くなってて、初代のですねフォールドはこう画面を折りたたんだ時のですね前面ディスプレイがですねすごくちっちゃくてこうベゼルというかねあの縁が太かったんですよ。でそれがすごくなんかかっこ悪いなっていうふうに思ってて、僕は結構あの渋ってたんですけども、今回かなりですねもうエッジツーエッジのもう大画面ですね、まあ、前面ディスプレイだけでもですねその辺のスマホよりも大きいぐらいの感じの大きなですねエッジツーエッジの綺麗なディスプレイがついてですね、しかもパカッと開いた時の内側ディスプレイのですねあの面積も増えていると。でインカメの部分はこう穴がポンと開いてるパンチホール型になってます。
で背面カメラが3つ、そして、ヒンジが立つようになりました。あの Z フリップはですね、今ヒンジ立つんですけども、初代のフォードはですね、あの折りたたむか開くかしかなかったんですよね。途中で止まってくんないんですよ。だからスマホを折ったまま立てることができなかったんですよね。それが今回はフォード2もしっかりとですね、あのヒンジが立つようになりましたよと。でこのヒンジのこう部分っていうのも結構、まあ、進化してますよっていう、ゴミが入りにくいとか故障が起きにくいってことはあるみたいです、まあ、というわけでおそらくこの中ではこのフォード2が一番高いんですけども、僕的にはですね、今あのギャラクシー Z フリップ、まあ、日常的に使ってて、背面のこう小さいモニターがですね、自分の位置とかですね、こう構図をある程度ですね見せてくれるってところがすごくこう気に入ってて、あのディスプレイが単純に大きくなって、しかもカメラも増えたっていうことに風に考えると、結構ね、まあ、あの自撮りカメラとしてはですね、いいんじゃないかっていう風にまず1個思ってるっていう、単純にこう自撮りをするビデオカメラとしてすごく面白いなっていう風に思ってるっていうのが、まあ、一番大きいんですけども、あの前面ディスプレイが大きくなったことによって、よりスマホ&タブレット的な使い方っていうのがこうしやすくなったかなっていう風に思ってて、普段は閉じた前面ディスプレイで普通のスマホとして、まあ、若干というかかなり厚みはあるんですけども、普通のスマホとして取り扱ってこう画面サイズが欲しいときはこう開いてタブレット的にしたりとか、そこで本読んだりとか漫画読んだりとかするっていうのが、まあ、結構面白いんじゃないかなっていう風に、まあ、思えたっていうのは結構なんかありますかね。という感じで、まあ、僕的にはノート20ウルトラ、あとギャラクシーバッズライブ、そして Z フォールド2の3つがですね、まあ、かなりですね、あの個人的には熱くて、まあ、どれに手を出すべきかっていうところはあるんですけども、まあ、Z フォールド2がかなり気になってはいるかなっていう。あとね、不安なのはあの Z フォールド2はですね、値段がまだね、あの出てないんですよ。だからいくらになるか全然わからないっていう、そこがね結構ね気になりポイントである、不安ポイントではありますね。はい、というわけで駆け足ではございますが、ギャラクシーアンパックドの、まとめと、感想をお送りしてまいりました。この動画面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。またお会いしましょう。皆さん、じゃあ、バイバイ。